茨城県唯一のプロバスケットボールチーム、サイバーダインつくばロボット。来年2016年から発足するトップリーグ B リーグに参入が決まっているロボットにとって、今シーズンは NBL での最後のシーズン。大きく飛躍するためにも、一戦一戦 Do our best のスローガンのもと、最善を尽くして新シーズンを戦い抜きます。そんな開幕を間近に迎えたこの時期、新しいシーズンへの期待や試み、取り組みなどをキャプテンの中川和幸選手と新加入の細谷正志選手に聞きました。そうですね、外国人が合流してまだ間もないので、正直そのまだ完全に仕上がっているという状況ではないですけど、ただ日に日に良くなっていて、プレシーズンの試合の内容を見ても、毎回改善されていってるし、コーチがやりたいことを表現できるようになってきているので、いいかなと。モリスに関しては日本ももう5年目なので、これまで日本のリーグでやってきているので、やっぱりもうだいぶ日本の文化とか、そういう性格的にもちょっとだいぶ日本人的になってきていて、かなり、年も31で、そのプレーだけでなく、ベテランとしてサポートしてくれてますね。年代は初めて日本に来て、ちょっともうちょっといろいろフラストレーションとかたまるかなと思ったんですけど、もうとにかく天ぷらが大好きで、日本食でもとりあえずサイドについてる天かすだけをガンガン食べちゃうぐらい、やっぱ天ぷらが大好きで、うどん屋行っても天ぷらしか食べないというか、そのぐらい、日本の食事も好きで、もう本当に日本の文化も好きみたいで、だから本当に1年目とは思えないぐらい、もうアジャストしてますね。やっぱりサイズがもともと NBA のサマーリーグにも呼ばれてたような、完全に体も NBA サイズなんで、いろいろリバウンドとかそういった部分で、高さの部分でチームに貢献してくれると思います。コンディションについては、痛いところも正直、あるっちゃあるんですけど、でもかなり今年は怪我もなく、あと体重に関してもかなり絞れてきていて、体脂肪の方も絞れてきているんで、だいぶプレーも軽くなってきてますし、今のところ順調かなと思います。やっぱりもう最年長ですし、このチームで一番長くプレーしている選手でもあるんで、やっぱ新しい選手が増えた中で、初めてで分からない部分、コート内外問わずやっぱいろんな部分でサポートしていくっていうところは心がけてやってますし、それは個人としては、とにかくコート上に常に立っていられるように、怪我をしたら本当にコートに立てない、でそういう悔しい思いを2シーズン味わってきたので、もう今年は全試合出場できるように、もう怪我をしない体作りと、そういったところに一番力を使っています。僕は中学1年生から、バスケットを始めて、高校、大学で、その後少しだけ実業団の方に入って、でそこからプロの世界に、入って、今年で4年目ですね、ずっとバスケ始めた頃からずっと描いていた夢であったトップリーグ、日本のトップリーグで、プレーすることが、叶ったので、去年それが本当に一番印象に残ってますね。昨シーズンは兵庫、初めての関西、ちょっと全然関東と違う部分があって、戸惑いもあったんですけど、でもすごくいい経験になった1年 で自分自身もすごいそれが刺激になって、で変わる部分も結構ありましたし、今シーズン、筑波に来て、もう本当練習環境も全然違いますし、毎日ハードに練習できているので、すごく状態はいいですね。チームとしてはもうプレーオフ進出を目指してやっていくだけだと思いますし、個人的にはもう本当スタッツをもう本当に出して、とにかく個人的な結果を出してって、でそれでチームの勝利に貢献していければなと思ってます。もうみんな本当プロ意識が高くて、もう向上心がすごい本当みんな高いっていうイメージで、もう本当に僕自身 もうやりやすいですし、でみんなと一緒にやってたらもう上手くなれるっていう、もう確信もあるので、本当毎日が楽しいですね。そうですね、僕自身スピードを生かしたプレーを得意としているので、やっぱ僕が出た時はアップテンポな速い展開に持ってって、チームのこの流れを持ってくるというか、そういう役割だと思ってます。そうですね、仲いいのは仲いいというか、もうよく最近一緒にいるのは福田真央、同い年
なんですけど、まあ、あいつとはよく最近、まあ、一緒にご飯食べたりとか温泉行ったりとか、もう結構よくしてますね。まず第一印象は、まあ、ちょっとすごいでかいなと、まあ、体だけではなくて、まあ、他の部分もちょっとやっぱでかいなっていう、やっぱ存在感がすごいなっていうのは感じましたね。コート内ではもう本当はあの選手よりも声出してて、本当チームを引っ張ってくれてるというか、もう本当盛り上げてくれてる、モチベーションを高めてくれてますし、で時にはやっぱすごい厳しく言ってチームを締めてくれますし、頼れるというか、もう本当信頼できるコーチだと思ってます。でコート外ではもう常に本当明るくて、でよくコミュニケーションも取ってきますし、本当くだらない話も結構してくるんですけど、コートと中と外でのそのなんていうんですかね、オンとオフの切り替えがすごいはっきりしてて、はい、とても面白いですね。そうですね、まあ、3チームとも本当に初めてやるチームで、まあ、正直どういったチームかっていうのはまあ分かんないんですけど、まあ、今年に関して言えば本当に新しい平岡ヘッドコーチが来てから、自分たちのバスケットを今追求している状況なので、まあ、相手関係なく自分たちのバスケットがまあ表現できればいいなと。まあ、プレシーズンですけど、やっぱりもう勝つことにこだわって、やっぱそこチームを求めていることをしっかりみんなが遂行して、あの勝利につなげていくことが本当大事だと思ってますし、まあ、それが第一の目標だと思ってます。まあ、長野に僕の元チームメイトだった、まあ、上杉翔という、そいつだけには負けたくないっていう。まあ、一言で言ってしまえば、まあ、全員なんですけど、まあ、あえて言うのであれば、そうですね、やっぱり三菱から来てくれた港屋アレクシス、まあ、おとなしくてあまり気持ちも出さないように、まあ、パッと見は見えるんですけど、まあ、うちにはすごい熱いものを持ってますし、であとやっぱ爆発した時の得点力っていうのは本当に僕も一番知ってるんで、まあ、そういったプレーがまあ、そろそろプレシーズンで出てくるかなっていう。一色選手ですね。一色選手のやっぱスリーポイントっていうのはもう本当魅力的ですし、本当に確率が高い、もう本当打てば入るんじゃないかっていうぐらい、まあ、翔さんがすごいスリーポイント入ってる時に、まあ、僕と翔さんよく目を合わせて、まあ、ちょっと面白いことたまにやってるので、まあ、その辺も見ていただけたらなと思います。まあ、長いシーズンが始まるうちの10月10日11日、まあ、開幕戦になるんですけど、やっぱりシーズンの中で調子をっていう考え方ももちろんあるんですけど、僕らは本当に今年一つでも多く勝ちたいっていう気持ちがあるので、シーズンの始まったところから 120% の状態で臨めるように準備していきたいと思います。まあ、本当今シーズン平岡ヘッドコーチのもと速い展開のバスケットを目指してきて、で本当最近それがどんどん形になってきてて、ですごくいいリズムでバスケットができていると思っているので、一人一人個人的にも能力がみんなすごい高いですし、各個人やっぱ持ってるものが違うので、すごくそれが何ていうんですか、一つになったらもう本当面白いチームだと思うので、そこに期待してほしいですね。まあ、昨シーズンは本当に、まあ、6勝ということで、まあ、ちょっとがっかりさせたり、まあ、期待に応えられなかった部分があるんですけれど、まあ、今年はその分、まあ、そこでも本当に諦めずに熱い声援を送ってくれたファンの皆さんのために、本当一つでも多く勝ち星を見せたいなと思いますし、そこを約束したいと思います。ですので会場に来てもらって、ぜひ熱い声援を今年も今シーズンもよろしくお願いします。今シーズン本当にプレーオフを目指して頑張っていきます。でもう本当僕が移籍した理由の一つとして、やっぱもう本当勝つことだけを目標にしてやってきたので、もう本当チームとしても、まあ、個人としても本当一つの勝利に向けてもう本当頑張っていきますので、そのためには、まあ、ファンの皆さんの応援も必ず必要となってくるので、熱い応援をこれからもよろしくお願いします。新シーズンに向けての2人の熱い思い伝わってきましたね。開幕直前の9月27日、つくばカピオサイバーダインアリーナにてプレシーズンゲームを開催いたします。対戦相手は群馬クレインサンダーズ。
試合開始は15時。北関東のチーム、そして新リーグでは同じ2部東地区に所属するチーム同士の対決です。そして10月10日11日に水戸市の青柳公園市民体育館にて開幕を迎えます。対戦相手は三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋。試合開始は両日ともに15時です。両試合ともチケット好評発売中。ロボッツの新しい挑戦をみんなで応援しましょう。